どうも。家康さんの三大危機のうち、三河一向一揆と三方ヶ原の戦いは、以前の動画で詳しく見た気がするので。三河一向一揆は、桶狭間の3年後か。家臣が何人も、一向一揆側に寝返っちゃってピンチ。っていうやつだったね。うむうむ。三方ヶ原は、信玄さんにサクッとやられちゃったやつ。そうだねー。伊賀越えは、服部半蔵さんの会に少し見た気がする。うむうむ。1582年、本能寺の変がきっかけだね。1582年6月2日。本能寺の変で、信長さんが、明智光秀さんに撃たれてしまって、信長さんにずっと従ってきた家康さんは、その時、堺、今の大阪府堺市にいたよ。大山古墳あるとこか。で、なんで堺に？信長さんの勧めで、観光旅行をしていたと言われるよ。楽しい旅行が一点。信長さんが倒されたという情報が、茶屋四郎次郎さんからもたらされるよ。え、お茶屋さん？うんにゃ、呉服屋さん。ああ、個人名じゃないのね。うむうむ。江戸時代終わりまで代々続くよ。明治になって廃業したそうな。へえ。ここで出てくるのは、初代清信さんかな？うむうむ。茶屋四郎次郎さんが早馬でやってきて、情報を伝えたとき。一説によると、家康さんは大いに取り乱し、自分も腹を切ると言い出したそうな。巡視すると。別バージョンのお話もあるけど。まあどっちにしても、それほど追い詰められたことは間違いない。なんでそこまで？信長さんの勧めて旅行してるくらいなので。このちょっと前に、家康さんは、他でもない、明智光秀さんから、接待を受けていたそうな。ああ、信長さんに、家康殿をもてなせと命令されたのね。なので家康さんが何人のお供を連れて、今どこにいるかは大体。光秀さんならわかってるだろうと。その上前年の1581年には、信長さんが伊賀を攻めているので、信長さんの同盟者だった家康さんが、伊賀を通り抜けるのは、そりゃちょっと絶望的ね。それで家康さんは自陣しようとしたけど、それを止めたと言われるのがこの方。ああ、サイボーグ戦士。本田忠勝さんね。ふむ。なんかこの人がいるともう大丈夫と思ってしまう。ここで生きて帰り、光秀目を打つことが、最大の信長様供養となります。さあ立って。でも、罪でしょこれ。どんな奴が来ようが私が蹴散らしてみせます。本田さんが言うと説得力があるな。ところで、伊賀越えメンバーにはどんな人たちが？こんなメンバーだったよ。はい、勝った。四天王に鬼半蔵槍半蔵までいて、負ける気のしないパーティ。でもそれだけに、この方々みんなやられちゃったら、徳川家滅亡に等しいダメージだよ。ふむ。このメンバーで、1582年6月2日、投資公開し、信長さんがやられてすぐか。さてこの家康さんチームともう一つ、穴山場伊勢津さんのチームも同行してたよ。一緒に旅行中だったのかな？そうらしい。ああ、武田勝頼さんから離反して、信長さんについた人か。うむうむ。でも、伊賀越え始まったばかりのところで、命を落としてるよ。なんで？確かなことは分かってないけど、一説によると、家康さんと一緒に行動すると、目立つので、少数で別行動を取ったところ、落ち武者狩りに襲われて亡くなったと。おう。家康さんによる暗殺説とか、家康さんの身代わりになるために、別行動を取って目立つようにした説とかもあるけど。それはどっちも無理があるような。それは今回は置いとくとして。さて家康さん。堺を経った後、どんなルートを辿ったのか。はっきりわかってるの？うんにゃ、諸説あるよ。やっぱり。有力な説では、現在の地名で言うと、1日目は、堺市から大阪府を北上して、京都府の京田辺市へ、京田辺市の、草地の渡しで木津川を渡って、京都府宇治田原町へ。ここで地域の土豪、山口秀景さんの館に宿泊したそうな。1日で堺からそんなところまで歩いたのね。うむうむ。現在の整備された道を歩いても、半日くらいかかるようだよ。ふむ。で、止めてくれた山口さんは知り合い？信長さんの家臣だそうな。ふむ。翌6月3日は、宇治田原町の返上院を経て、滋賀県甲賀市信楽町の小川城へ。もうすぐ伊賀だね。伊賀は前年に信長さんが攻めたばかりで、危険地帯なので、とりあえず小川城に一泊して、力を蓄えるよ。ここも味方のお城？小川城の太良光俊さんの息子が、さっきの山口さんのところに婿養子に行ってたよ。なるほど。ちなみに、ここまでの甲賀や、ここからの伊賀で、地域の有力者を味方につけるために、服部半蔵さんや、
茶屋四郎次郎さんが活躍したというよ。いや待って。お茶屋さん、一緒に来たの？同行したと言われてるよ。おお。危険なのにわざわざ。服部さんは伊賀出身の忍者なので、いろいろ知人が？うんにゃ、服部さんは三河生まれ。マジでか。お父さんが伊賀出身なので、その縁で説得に当たった模様。あと、別に忍者の頭領でもなく、徳川家の武将だよ。にゃんと。まあとにかく、服部さんの縁と、茶屋さんの財力で、この地域の土豪を説得し、協力を取り付けて、なるべく安全に通れるようにしたというよ。なるほど。例によって移設もあるけどね。そうして6月4日には、桜峠から柘植まで、伊賀北部を突っ切るよ。ふむ、伊賀北部をほとんど最短距離で。さてこの途中、戦闘があって、服部半蔵さんが堀へ落ちて、上から何回も槍で突かれたので、みんなから戦死したと思われた。なんてエピソードもあり。そういや以前の服部半蔵さんの動画で見た気がする。後で遺体を回収に行ったら、服部さんが生きてたのでみんなびっくりしたと。うむうむ。それから当然この方にもエピソードがあって、道に迷っちゃいけないので、本田さんが地元の男性を、力ずくでさらってきて案内させたとか。服部さんや茶屋さんの努力が、川を渡るために、私森をこれまた脅して船を出させて、渡り終えた後は、追っ手が渡れないように船を沈めたとか。ちょ、私森さんが商売できないじゃない。それは多分、お金は払ったのでは。それに後から、家康さんに優遇されたかもしれないし。ふむ。ろくに食べ物も持ってなかったので、山中の祠かどこかにお供えされていた。赤飯を家康さんが拝借して、みんなにも食べるよう勧めたところ。イケメン井伊直政さんだけは、絶対に食べようとしなかったとか。なんで？イケメンだから？もし敵と戦って討ち死にして、胃から赤飯が見つかったら、供え物に手を出したのかと馬鹿にされる。それは我慢なりませぬ。そんなことを気にするなんて。さすがイケメン。本田さんは全く気にせず食べそうだ。ということで、服部さんは縁を利用したり、茶屋さんが財力を利用したり、本田さんが筋力を利用したりして、危険地帯を乗り越え、三重県に入って、兜峠を越え、最後、鈴鹿市の白子から船に乗って、三河へ帰ることができたよ。おう。船に乗れた時、家康さんはよほど安心して嬉しかったのか。船を手配した、伊勢の商人の、角屋七郎次郎さんは、家康さんから、子子孫孫までいろいろな特権を保証されたよ。そりゃ最後、助かったーっていうタイミングだから、いい印象残るよね。さて、このルートが伊賀越えの有力説だけど、昔有力だったのはもっと別のルートで、小説とかでは、そちらの説が取られてることもあるよ。それはどこのルート？小川城から南東へ移動して、国境のおとぎ峠を越えた後、伊賀を東に突き抜けて、柘植まで至るルート。さっきの、桜峠ルートよりちょっと南ね。うむうむ。伊賀の勢力範囲により深く入るので、こっちの方が危険度が高いよ。しかも移動距離も長くなってるね。うむうむ。なので今は有力説じゃなくなった。また別の新しい説として、大和越えルートもあるよ。これは、府県境の竹の内峠から、橿原市の八木、吉野の芋田峠、高見山、琴引を経て、あとは伊賀を斜めに突き抜けて柘植。めっちゃ遠回りに見える。大和の中でさらにいくつか候補があるようだけど、それはさておき、大和説は昔からあったけど、大和説っていうと邪馬台国みたいだね。いくつかの資料に、大和を通ったことが書き残されてるので、大和ルート説は昔からあったけど、一旦否定され、最近になって今度は、家康さんが書いたとされる書状の写しが注目されたよ。どんな内容？天正10年、つまり1582年の6月と書いてあって、伊賀越えした時だね。この度大和越えの説うんぬんと書かれていて、協力してくれたとおぼしき人の名前が列挙してあるよ。感謝状的なもの？そうらしい。偽造の可能性は？この文書の中に、竹村道清さんという名前が出てきて、つまり、竹村道清さんも、家康さんの脱出に協力したということだけど、その竹村さんの子孫が、家に伝わる文書として、幕府に提出したものだよ。それなら本物っぽいね。家康さんの文書を偽造して、幕府に提出なんかしたら、とんでもない罰を食らいそうだしね。うむうむ。で、この竹村道清さん、もともとは地方の有力者の、そのまた家来っていう、ほとんど目立たない家の出身なんだけど、江戸時代になって、異例の出世をしているので、やっぱり、大和越えで、働きがあったんじゃないかと。じゃあ従来の説はどうなるの？
そっちも、いろいろな資料が残っていて強い説だよ。わけがわからないよ。だからこの新説を唱える上島秀友さんは、両方正しいんじゃないか、とおっしゃってるよ。つまりどちらのルートも利用されたけど、一方はおとりで、家康さんはそっちにはいなかったと。うむうむ。あれ、でも本能寺の変が起こった時は、大和は、明智光秀さんと親しい、筒井純慶さんの勢力下では？筒井さんは結局光秀さんにはつかないけど、竹村さんの文書に、筒井純慶さんの名前も、協力者として出ていて。なんと。文書が正しいとすれば、早い段階から家康さんに協力してたことになるね。ふむ。まあ、両ルート利用した説が、納得しやすいかもしれない。ということで、ちょっと伊賀で忍術習ってくる。じゃ。そんな、よそ者が教えてもらえるのか。判例だし。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。